本日2回目でございます。相変わらず風が強いです。はい、実はね、一番最初に品川来た時はそのショッピングモールの花輪の前でやったんですけど、懐かしいね。白井大をね、歌った思いがある。スタンドバイミー、スタンドバイユー。わざっとんだガチなんだ。よし、じゃあ行きますか。ここでは清水翔太さんのカーテンコールという曲を歌っています。一応ね、通行に妨げにならないようにね、してもらったりします。周りを見ながら、この一曲で終わるんで見逃せないように。正面我慢しながら撮ります。では聴いてください。カーテンコール。誰もが主役のショーなんてどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で Tonight やりたくないことだって誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めてんだろうって Tonight 疑問なんてなくただ生きてきた。流れゆく時代の傍観者。今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所にいない気がした。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら待ってるカーテンコール。Oh, oh, yeah. まっすぐ見つめた先に信じてたものがなくて絶望した日もあるさ。 Alright, alright, alright 地面を這いつくばって簡単に追い越されて納得できない今日にも Alright, alright, alright もし君に助けが必要ならここへ来てとにかく歌うから。ああその後も一度歩き出せるかい。まだ諦めるには早すぎるから。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる痛や思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら待ってるカーテンコール。止まることなく飽きることなくやめることなく歩き続ける。迷う日もある、落ちる日もある、それでもいつか輝く日まで。疑問なんてなくただ生きてきた。流れゆく時代の傍観者。今夜眠れないの分かってた。
僕はいるべき場所にいない、いないんだ。そのものだとしても僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら、待ってるか天候止まることなく、飽きることなく、やめることなく歩き続ける。迷う日もある、落ちる日もある、それでもいつか輝く日まで。ありがとうございました。マーティンコールです。ありがとうございました。ありがとうございました。現在ね、東京都内全940駅のうち783駅目、はい、品川駅これにて終わりになります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。誰もが主役のショーな、どこにも存在しない。